パリ五輪、バドミントン女子ダブルス準決勝、2日、アディダスアリーナ、シダマツペア、今年立春、27、松山奈美、26、グミイコール最終巻制約書イコールは準決勝で中国ペアと対戦。最大5点差を追いつく粘りを見せるも16対21で第1セットを落とした。写真、シダちゃん強烈スマッシュ中国ペアに立ち向かうシダマツ序盤は一進一退の攻防となった中、 中国ペアの攻撃にしっかりと対応していたシダマツペア。しかし中盤にミスショットからの2連続アウトで相手に流れが渡ると一気に5点差と突き放された。ここでタイムアウトが入り、気持ちを切り替えたシダマツペア。守備から攻撃の切り替えにメリハリがつくと、相手のボディを狙うショットが決まり4連続ポイントで一気に差を縮めた。粘り強く暗らいつき、 15から15でビハインドの展開を解消。だが終盤に中国のレシーブ力が際立つ形となり、ミスが出るなど連続ポイントで押し切られてしまった。1次リーグではグループ2位で決勝進出を果たしていたシダマツペア。準々決勝ではデンパーク勢のパワフルなショットに苦戦するシーンもあったが、笑顔を崩さず、ストレートで勝利し準決勝進出を決めていた。 21年の東京五輪は逃したが、サポートとして帯同。今回の代表選考レースを日本勢トップで終えた実力派コンビは結成10年目での五輪で、16年の高橋彩香、松本美咲以来の日本勢金メダルを目指す。プライベートで、地位、波、と呼び合う仲良しだ。松山波、松山波、1998年6月28日生まれ、北九州市出身。 両親、兄、姉もバドミントンに打ち込む一家で育つ。九州国際大付き中、高出身で、3年時には世界ジュニア優勝。17年に最春管制役所に入社した。趣味はヘッドスパ、1時間コースで開始10分で寝てしまうのが悩み。幼少期は水泳、エレクトーン、ピアノ、書道を習う。座右の銘は、努力は結果をもたらすわけではなく、 努力は成長します。166センチ。しだち春、しだち春。1997年4月29日生まれ、秋田八郎型町出身。姉の影響で6歳の時に競技を始めた。青森山田中、高出身。3年時はインターハイ女子ダブルスで優勝した。16年に最春管成役所に入社。パートナーの松山とは、 14年からペアを組む。大のアイドル好きで、乃木坂46を卒業した山下瑞木が一番の推し。座右の銘は、なんとかなるしなんとかする。162センチ。